ジャルディーニ・ナクソスは、イタリア共和国シチリア州メッシーナ県にある人口9300人の基礎自治体。シチリア島北東岸、タオルミーナ湾に面した、この町は古代ギリシャの植民都市ナクソスに起源を持つ。21世紀に入る頃から、海岸リゾート地として観光化が進んだ、メッシーナ県南東端に位置するコムーネ、カターニアから、 北北東へ4 0トル、県とメッシーナから南南西へ4 7トルの距離にある。隣接するコムーネは以下の通り。括弧内の CT はカターニア県所属を示す。ジャルディーニ・ナクソスには以下の分離集落がある。古代都市ナクソスは、エトナ山から流れ出た溶岩大地の上に、紀元前735年、シチリア統発の古代ギリシアによる、 植民地として建設されたが、紀元前403年には、ディオニュシオス一世により破壊された。その後は、果樹園及び漁港として維持されていたが、西暦2000年頃からは、観光地化が進んだ。海岸沿いには飲食店やホテルが立ち並び、夏場は観光客で賑わい、タオルミーナとの間の直通のバスも6月から8月までの、期間限定で夜遅くまで運行される。 考古学地区と呼ばれる一帯には紀元前の町の遺跡が残存しており、固まった溶岩を用いて建設された王子の神殿跡などが見られる。この地区には考古学博物館もあり、ジャルディーニナクソスのみならず、シチリア一帯の遺物が展示されている。産業はレモンの栽培、観光や飲食、そして鉄細工などがある。ありがとうございます。